ハネトーク。ハネトーク。完全にアメトーク。全然バレてない。大丈夫。アメトーク。大丈夫。全然バレてない。うん、全然ない。ちょっと尺足りない時のアメトークね。ちょっと伸ばし気味なさ。さあここでは羽伸ばすトークライブの中身をここで詰めれたらと思います。なるほど、ここで詰めていくんだ。自力だ。自力だ。自力ね。まあでも宮下さんはもうほぼレギュラーですからね。そうだね。出ないとリモートで出てもらうじゃん。気はしない。気はしないです。リモートで、うん、回線のあるとこあるからね。そっかそっか。楽屋には行ってもらった方がいい。楽屋から楽屋から近い方がね。近い方が設備も、うん、宮下さんって何分行けますかね。宮下宮下だと40ぐらいいけんじゃない。40いけます。ヘアキターはいけるんじゃん、40ぐらい。2人なら30分ですよ。リモートだったら頼む、その電池なくなるまではいけると思う。向いてるんだ、リモート。向いてる、この時代にぴったりだな。まあ、あと漫才やって。そうだ、でもそんなないもんね。でもね、あとはトーク、羽トークでもよく出ますけど、他では絶対に当該しない。あ、そうか。秘密の内容。なるほど。秘密の内容。あれどうですか、2人がそれぞれトークテーマ自分たちで10個ぐらい書いてきて。はい。ああ、はいはいはい。それを舞台で交換して。はい。交換、はいはい。交換。で、トークを、まあ、お品書きじゃないですけど、うん、これって言って、喋る。ほう、あートークライブっぽいっすね、うん、やめときますか、じゃあ。いやいやいや、ポサ、ポサも大事ですよ。ポサも大事ですから。聞いてくれる人がいたらね、あれ、あの進行の、うん、アナウンサーの、ね、進行だ、進行を入れる誰か。え進行を入れる。ああ進行、確かに喋、ね、りやすさはありますよ、うんうん、あの人来てもらえますか。あのアナウンサーの古川さん、はい、古川さんに来てもらって、うん、湧くんじゃないですか。パドック解説の。いや、なんかゆかりの人とかね。あゲストで出てくれたら嬉しいけどね、今までのそのゆかりの人、1からこの間までの1にゆかりの人がいますか。いない。あれか、あの、サオヤの人か。あーあ、そうそう、サオヤの人とか。金田さんもこの間会いましたわ、そういう。えなんか行ったんですよ、また船橋競馬場。あ、ええー、ネタバレのロケで。あ、ええー、金田さんいました。いたんだ。いや、その番組で使うの最後って言ってたけどな。金田さん。いや、番組には出てないっすけど。ああ、あの、ここのスタンドがですね、はい、もう2月頃から取り壊しになってしまう。あ、ここが。ここが、はい、ここがもう使われなくなってしまって、もう開催はもう1月まで人が入らないことが決定してしまってるので、あ、ここが使うことが、もしかしたら今日最後になる、最後になる可能性がすごく高いので、勝ったら一緒に最後のここを利用される2人なんで、はい、なんとかいい思い出で。なるほど。確かに終わってほしい。お願いしたいです。あの場所、あの場所が、あの場所が。そうそう。え、椅子は、椅子ですか。あ、全く同じ場所です。あれ、いやいやいや、あの時は一応これが、この椅子を使うのは最後になるんです、うん、っていう話だったんですよ。めっちゃいい話になってた、ね、もう予定も入ってないです、うんうん、取り壊しですっていう、このまんま重くそ。神田さんもいて、めちゃめちゃだよ、もうギャンブルみたいなの、やっぱでも盛り上がりますよ ね、 やっぱね。そうね、競馬も、もう競馬旅好評ですよ。空気階段のモグラさん、はいが、あの、羽伸ばしてみましたって言って、え、すごい、あの、
アメイジングブレイスが流れたことをすごく褒めてくださいそこそういうのそこまたなのよ、そういうことなのよ。編集のねシーンとかじゃない編集なんですよ。でも羨ましいって言ってましたよ、2人がこうやって旅してるのが番組になってるのが。ああ。まあ競馬だから見たんでしょうけど競馬番組だと思ってるこれやりたいな競馬番組服着替えないですから一応じゃあなんかもしこうなんか時間がこうどうしても真ん中だった時用にクイズ作っていこうかなかクイズのシンクイズ、ディア、うん、新クイズ、ああまあわかんない、その、今までのクイズか、新しいのもなんかあったら、うん、あなるほど、うん、ウィキペディアクイズのじゃあ新しいの作っとこうか。じゃあいいですか、うん、作るとかないでしょその人たちの生い立ちなんで新作ウィキペディアクイズノックみたいなクイズしてほしいですね。いいね、なんかね、うん、してもらう。それいやでもメインで置いといた方がいいんじゃないですか。保険にするにはもったいない。まあでも一応保険ですかね、しといて。宮下さんも保険みたいな感じですね宮下さん保険立ち位置で